キャンプ場の小屋。まだ大学生だった頃、友人4人で奥多摩にキャンプに行ったんだ。きちんと管理されているところは嫌だったんで、車で行けるところまで行って、そこから徒歩で山に入って、テント張れる場所を探そうってことになった。とは言っても、俺たちもあまりアウトドア経験はないので、山に入って20分くらい行ったところに、やや開けた土地があったんで、ここにしようって決めた。そこはだいたい20メートル四方くらいの平地で、もともとは農作地だったのか、うっそうとした周囲の中で、そこだけがぽっかりと開いている。そんな感じの土地だった。脇には倉庫兼住居だったのか、結構立派だったろう。ひどく朽ち果てた木造の小屋があった。もう数十年は人が住んでいないような感じなんで、やや気味が悪かったんだけど、その平地はテントを張るには絶好の場所だったんだ。案の定、キャンプをするには最適で、夕飯食って多少アルコールを飲んだりして、快適な時間を過ごすことができた。飲みながら話していると、友人の A が、おい、〇〇。〇〇は俺のこと。おい、〇〇。トイレ付き合ってくれよ。って言うので、なんだよお前、怖いのか？一人で行けよ。って言ったら、いいから付き合ってよ。ってしつこく言うので、しぶしぶ付き合った。仲間たちから少し離れたところで、俺もついでにスレションしようとしたら突然。なあ、今から場所移動しようって言ったら、みんな嫌がるよな。とか言うので、当たり前だろ？今もう夜だぞ。こんな時間に移動なんかできるわけないだろう。と言うと、いや、それでも移動した方がいいって。マジでここやばいわ。普段冗談を言わない A が、本気でビビりながら、そんなことを言い始めたので、俺も少し怖くなって、A にどういうことだよって問い詰めたところ、あの小屋誰かいるぜ。他の連中は小屋を背にしてるから気がついていないけど。嘘つけよ。電気もついてねえし。あんなガラスも割れてるようなオンボロ小屋に誰が住むんだよ。だからやばいんだよ。ほら、今右から2番目の窓のところ、見てみろよ。建物の詳細を説明すると、向かって左側が玄関というか入り口があって、そこから右に窓枠が3個ある。3部屋あるってことらしい。当然ガラスは割れているけど、俺は A に言われた通り、右から2番目、つまり真ん中の窓を見た。最初は暗くてよくわからなかったけど、目が慣れてくると、確かにいる。見えるだろ？あれ、女の子だよな。確かに、4、5歳くらいの女の子が、笑いながら窓枠に隠れるように、こっちを覗き込んでいる。窓枠に足をかけて、まるで俺たちの方に来そうな雰囲気で。うわ、見えるわ。ほんとやばいな。俺は A にそう答えると同時に、もう一つのことに気がついて A に言った。おい A、建物の左脇のでかい木の影。そこに変な女がいる。建物玄関脇に、人抱えくらいありそうな木が生えているのだが、その影から女が笑いながらこちらを覗き込んでいる。髪の長い30代くらいの女が目を見開いて笑っている。そして、俺と A の方ではなく、線にして気がついていない B と C の方にゆっくり歩いてる。な、ここやばいだろ？帰ろうぜ。わかった。みんなにも言って、もう帰ろう。俺と A はわざと平静を装って、残る2人、B と C のところに戻っていった。俺はなんて説明しようかなと思いつつ、彼らのそばに急いだ。すると B が、俺たちから後ずさりしながら、おい、すぐここから出よう。C も同じことを言ってる。早く。なんだよ、もしかしてお前たちもなんか見たのかって、俺は不安になって聞いた。いいから、早く行こうぜ。ここ、やばいって。そうか、こいつらもあの女のこと、あの女の存在に気がついていたんだ。女の方はもう10メートルくらいの距離に近づいているし、建物の女の子も窓から出てる。お前ら気がついてないのかよ。早く逃げよう。もう B も C も半分泣いているようだ。わかってる。俺も A も女と女の子に気がついてる。俺たちもここから出ようって話をしてたんだ。すると、女？え？女もいるの？今もそうなんだけどさ、さっきお前らが小便してる間からずっと、〇〇と A の間に、変な男が肩組んでるぞ。恐る恐る右肩を見ると、青白い男の腕と手が見える。さらに後ろを向くと、見知らぬ男が笑いながら、俺と A の顔を交互に見ている。俺たちはもう荷物もそのままに、昼来た道を振り向きもせず必死で逃げた。途中まで女だけが笑いながら俺たちを追いかけてきた。なんとか全員俺たちは車にたどり着き、置いてきた荷物はそのままにして麓まで逃げた。それ以降別段俺の身には何もない。その場所が何かの曰くがあるのかどうか、それもわからない。ただ、車の持ち主の A に、トランクの中に男の霊が入っていったのを見たことは言っていない。おそらく未だに俺たちの荷物は、そのままそこにあるんだろうな。捨てられたもの。子供の頃、友人と入っちゃいけないっていう山に肝試して行ったことがある。何でも灰寺があって、幽霊が出るという噂のある場所だった。山道を少し登ると、噂通りに荒れた建物があったんだけど、中はほとんど空っぽで、目を引くようなものは何もなかった。期待外れで、もう帰ろうぜ、なんて話していたとき、友人がさらに奥に続く道があるのを見つけた。それまでの山道はそこそこ広くて、しっかりとした道だったんだけど、先に続く道は草ぼうぼうで、幅も狭い獣道。なんとなく、こっちが確信、そんな感じがして、俺たちは盛り上がった。で、苦労をしながら、道を登って、20分くらい経った頃、急にぽっかり開けた更地に出た。そこはただ開けているだけで、何があるというわけでもなく、ただ周りの木に変な模様のお札みたいなのが数箇所貼ってあるだけ。なぜか真の魔王城みたいなものがあると思っていた俺たちはがっかりしてしまったけど、中心まで行って絶句した。更地の真ん中に、そこはさほど深くないけど、大きな穴が開いていた。そしてそこに、仏像の残骸がいっぱい捨ててあった。中途半端に掘られた、作りかけとおぼしき、木彫りの仏像とか、メッキが剥げて五体がバラバラになった観音様とか、そういうのがボロボロになって折り重なっている。どうってことないとも思うんだけど、とにかくその数が尋常じゃない。夕方に差し掛かっていたこともあって、急に怖くなった俺たちは、ダッシュで山を降りた。で、アイスを食べて、お互いの武勲を讃え合って帰った。それから数日間、一緒に行った友人が寝込んだ。医者に見せても全然良くならないようで、学校にも来なかった。親も心配して、大学病院に見せる、みたいなところまで話が進んでいたみたいだけど、なんか、お坊さんが背中を叩いたら、一発で治ったらしい。今は知らないけど、当時は専属のお坊さんが、家を回って、仏壇にお経をあげていくのが当たり前だったんだろうか。お坊さんは、何か悪いものが入っているとか言っていたそうな。とまあ、それだけの話なんだけど、微妙に引っかかっていることがあって、廃棄されていたとはいえ、俺たちが見た仏像って悪いものかというのが一つ。それともう一つ、あのお札は何だったんだろうって。正直記憶もおぼろげだけど、白い紙で、風雨にさらされたような形跡はなかったと思う。手前の灰寺の荒れ方から考えて、それがいまいち納得できない。あと仏像も、妙に新しいものがあったように思うんだけど、普通仏像って、ちゃんと供養して処分するものだよな。首狩り峠。自慢ではないけど、私は取り憑かれやすい。霊感なんかはほとんどないので、自覚症状がなくて恐ろしい。子供の頃は、よく行方不明になって、次の日田んぼの真ん中で、ケタケタ笑っているのを発見されたとか、そんなことしょっちゅうだった。今でも体調が悪かったり、気を抜くと寄ってくる。ナルトの方に用事があって、遠出してた日の帰り、道路情報を聞いていたら、何でも高速の方で事故があって、大渋滞しているとのことなので、旧道を通って帰ることにした。長い距離ながら、県道なためか対向車はほとんどない。頭上を仰ぐと、〇〇峠、〇〇市まで 40km との標識。以前立っていた標識には、首狩り峠と書かれていた道だ。数年前市長が、縁起が悪いからと、勝手に名前を変えたのだが、今でも首狩り峠の通称で呼ばれている。なぜそんな不吉な名前かというと、昔、戦で負けた落ち人の集落が、峠の頂上あたりにあったらしいんだけど、ある時、残党狩りがやってきて、盛大な山狩りを行い、一族郎党を皆殺しにして、首級を持ち帰ったのだとか、確か、そんな感じの由来だったと思う。なんて直球ストライクなネーミングだ。元来粘土質で水はけも悪い土地とあって、建物はほとんど建っていない。うどん県とみかん県の県境。峠のちょうど一番てっぺんあたり。緩やかなカーブ道の先に自販機と椅子があったんで、車を止めて一休みすることにした。いい加減、鬱陶しい森ばっかりの風景に、へきへきしていた頃だ。まだ午後4時だったけど、天頂まで木に覆われ、だいぶ暗い。あたりを見回しながら、本当に木しかないな、とため息をついていると、どうも背後に視線を感じる。気のせい、と思っていると、頭上でカラスが一声鳴いた。体がビクッとなった瞬間、背後に感じる視線が、刺すような痛みに変わった。背中の毛がチリチリ焼けるような感覚だ。こんな感覚は以前、地蔵を蹴り飛ばした時以来だ。首を90度だけ回して、視線を後ろに送ると、道路の向こう側に犬が座っているのが見えた。真っ黒い犬だ。真っ赤な目をしている。いや、目じゃない。目玉がない。真っ黒な顔面の眼光はぽっかりと開いていて、眼球の代わりに赤い絵の具を浸したような赤さ。その眼球のない目で、私の方をじっと見ている。背中どころか、私の全身の神経が警鐘を鳴らしている。目は真っ赤なくせに、口の中や舌まで真っ黒なのだ。犬だけど犬じゃない。やばいぞ。これは非常にやばい。私は見えていない。気づいていない素振りをしつつ、車の方に戻る。頭上では、カラスどもが、ギャーギャーうるさく鳴いてる。エンジンをかけ、一目散に逃げる。ミラーを畳んだまま、3km走る。もしもサイドミラーに映っていたらと思うと、気が気でなかったからだ。そんな体験談を、自称、見えるけど、払えない。そういう友人に話したところ、臆病者と小馬鹿にされるかなと思ったんだが、意外に興味津々。実に乗り気になってしまった。私が、いや、しばらくあっちの方は用事がないし、と言うと、短い沈黙の後、うどん、は？うどんが食いたい。はあ。うどん食いてー。は？うどん食いに行くぞ。はい、決定。来週ね、車は却下。バイクで行きます。有無を言わさぬ強引さで決定されてしまった。まあ、レポート作成の一環と諦めるしかなかった。地元の生協前で集合。明るくなってから出発。普通のツーリングである。私の愛車はエリミネーター400。友人は RZ の改造品。排気量が多くても小回りが利かないので、どんどん離されていく。例の場所を教えようにも、時速90キロで遠い彼方へかっ飛んでいく友人に、それを教える術なんかなくて、行きは普通に素通りをしてしまった。しばらくして、錆びれた山村に差し掛かった頃、友人がテールランプで停車を指示する。農道のガタガタ道を抜けた先にうどん屋があった。こんなところにもちゃんとお店があるんだな。と感心をしたが、友人曰く、町で大量生産してるようなうどんはクズだ。こういう民家でやってるようなやつが一番うまいんだよ。水もうまいしな。入ると、なるほど、普通の民家だ。私は、じゃあ、きつねうどんお願いします。友人は、山菜天ぷらそば、大盛りで。お前、うどん食いたいって言ってなかったっけ？なんでそば？まあ、嘘だからね。さすがうどんの国、確かにうまい。ところで、今日ずっと気になってたことがあったから、うどんをすすりながら友人に聞いてみた。なんで車じゃなくてバイクで来たんだって。するとにっこり。ほら、お前がもし取り憑かれても置いて逃げれるだろ。なんてやつだ。うどんを食った後、適当に走って、さあ帰るかとなった。まだ秋口、4時になってもだいぶ明るい。ただ山の中に入ると樹木に遮られてずっと暗くなる。頂上付近になると光が全然入らない。そして例の休憩所に着く。自販機と電灯。石造りの椅子が2つだけの寂しい場所だ。エンジンを切った友人があたりを見回して、気合入っちゃうね。と一言。何か見えないかと聞いてみたが、見えへんね。と。空気がえらいよどんどるから、なんやかんや出そうやけどね。待とうか。あんまり暇だったので、二人椅子に座って、次のレポートの調査、どこに行こうかって話になった。先月、壇ノ浦の合戦場行ったけ、次はあっちの鍾乳洞にしよう、と友人。前回の時、次は大ボケ小ボケに行こうって言うてたや。それに鍾乳洞前に行ったぞ、と私。いや、あの鍾乳洞、まだ出るって聞いたんよ。なんか人骨とか見つかったらしいし。いや、俺たち別にオカルト調査隊じゃないからね。もっと普通のところに。そんな会話をしているとき、強い風が吹いた。カラスがギャーギャーと鳴き始めた。同時に、またあのおかんに見舞われた。続いて、ひどい頭痛が私を襲った。隣の友人も、右目を押さえてうめいている。視界がガンガンする。友人が何か叫んでいるけど、途切れ途切れにしか聞こえない。体は体で、氷水に浸かったような寒さが、震えが止まらない。隣の友人がふらっと立った。と思った瞬間、右足が飛んできた。胸部にもろに受けた私はのけぞって、もんどり打って石から転げ落ちた。どうやら蹴り飛ばされたらしい。あの細い足からは想像もできない威力だ。おい、何するんだ。これでいいか。はいや、私に向かって言っているのではない。友人は何もない空間にもう一度、これでいいかと叫んだ。いつの間にか風も止んだようだった。友人は大きく深呼吸をした。そして私に、まだ頭痛いか、立てるか、そう聞いてきた。さっきの胸部への蹴りで、ろくに声の出せない私は、首をコクコク縦に振った。すぐに帰るよ。エンジンかけて。そう言われて、ふらふらする足取りでバイクのところまで戻ると、寄り道もせず一直線に帰った。地元の生協前のファミレスで一息つく。あのさ、いっぱい聞きたいことがあるんだけど。お前さ、面白そうだったからずっと黙っとったんだけど。今朝からずっと、お前肩になんかついてたんだよ。え？3人くらいな。突然そう言われて、私はびっくりした。だけど、山で風が吹いたとき、そいつら全部、お前から逃げていきよった。で、俺もびっくりして。で、その後すぐ、頭痛くなったと思うんだけど、なんか声が聞こえたんだよ。声？ああ。直接脳に響くような感じで。座るな。座るなって、あの石の椅子か？そうだろうね。お前には聞こえなかったみたいだから。なんとかどかそうと思って蹴った。ごめん。ああ、だからこれでいいかって言ってたのか。あ、そういえば犬はいた？いや、なんも見えんかった。そっか。じゃあ何だったんだろう、あの犬。ああ、でもね、声が最後にこう言ったんだよ。3度目はないって。命が惜しけりゃ、もう近づかん方がいいね。後日友人が仕入れてきた、地元の老人の話によると、何でもあの場所、数年前まで社が建っていたんだけど、土砂崩れで流されて、今は土台しか残っていないんだって。つまり、椅子だと思って座っていたあの石は、社の土台。まあ、尻乗っけられたら神様も怒るか。しかし、ただ石に座っただけで代償がこれほどとは。家に帰ってから気づいたんだけど、あの日持ってた携帯電話、MP3 プレイヤー、デジタル時計、全部壊れていました。磁気だか電磁波だか原因はわかりませんけど、全くシャレになりませんよ。消えてしまった車。この前あった不思議な出来事です。その日は一人で残業して、結局会社を後にしたのは深夜2時ぐらいでした。期日が迫っていたので、ここ10日ほど毎日こんな感じでした。ようやく一段落したので、会社の戸締まりをして、車に乗り込み、ギアをバックに入れて、道までバックし、ギアをドライブに入れ、そのまま坂道を下っていきました。そこはかなり急勾配な坂道で、距離は800メートルほどあります。田舎ですから、道には街灯もなく真っ暗。もちろんそんな時間なので、対向車も来ませんでした。ちなみに家は、真っ暗な山道を3キロほど走り、市街地を少し走ったところにあります。音楽を聴きながら、70キロほどで走っていると、あることに気がつきました。ハンドルがロックされていて、全く動かない。それに気がついた瞬間、慌ててブレーキを踏みましたが、それも全く効きません。焦ってどうしようかとパニック状態になりましたが、とにかく車を止めなければ、そう思い、エンジンブレーキを使おうとギアをセカンドに入れ、速度を落とし、サイドブレーキを引いて100メートルほど進み、ようやく平坦な道で止まりました。会社からはちょうど1キロくらい走ったところだったと思います。何が起こったのか、冷静に判断するまで時間がかかりましたが、ようやく事態を把握して、まずエンジンがかかるかどうか確かめました。しかし、何度やってもかかりません。ボンネットのカバーを開けて、確認してみたけど、素人なのでどこが悪いのかもわからず、結局JAFを呼ぶしかないかな、そう思い携帯電話を取り出しましたが、山に囲まれているため県外になってしまいました。周りは民家もないところなので、会社までは歩いて戻り、そこで電話をかけるしかないなと判断し、車をロックし、会社まで歩いて戻りました。街灯も人気も全くないところなので、かなり怖かったんですけど、なんとか15分ほどで会社まで戻ることができました。早速鍵を開けて会社に入り、電気をつけてJAFに連絡しました。向こうには、会社から1キロ下った道にセダンが止まっています。足がないので、とにかく会社まで来てください。そう伝えました。1時間後、ようやくJAFのトラックが会社に到着しました。会社の戸締まりをして、トラックに駆け寄り、ロードサービスの人に話しかけました。するとその人は不思議そうな顔をして、ここに来る途中確認したけどさ、お兄さんが言っていた車なんて止まっていなかったよ。と言いました。なんで？何を言っているの？と思いました。あの車は10年くらい前の中古車だし、通勤用なので、貴重品なんて積んでなかったから、誰も取ることなんてないだろうと、そう思っていたからです。それに、山で人の少ないところなので、なおさらです。とにかく、現場に行って確認するしかないなと思い、その人と一緒に坂道を1キロ下りました。50メートルくらい手前まで来て、目を凝らすように前を見ていましたが、自分が止めていたところに車はありません。現場についてもあちこち見回りましたが、結局発見できず、仕方なくJAFの人に家まで送ってもらいました。家に帰っても頭がぼんやりしていたのと、疲れが溜まっていたのもあって、そのままソファーで倒れ込むように寝てしまいました。4時間くらい寝ていたのでしょうか。母が起こしてくれました。朝食を食べながら、昨夜の出来事を母に話すと、あんた何言ってるの？昨日は車を車検に出すから、私が会社まで送って行ったじゃない。寝ぼけているの？そう言いました。ガレージを見てみると、車検から帰ってきた僕の車がありました。エンジンもかかるし、ハンドルもブレーキもきちんと効きました。疲れていたのかもしれませんが、確かにあの時、会社から車であの坂道を降りました。今でもあの出来事は何だったのだろうとずっと不思議に思っています。生き延びた男。これは本当にあった事件の話で、ある病院に隔離された事件の生存者の話です。だから細部が本当なのか、狂人の戯れ言なのかはわかりません。しかし事件そのものは実際に起こって、北海道新聞の過去の記事を探せば、大雪山ロッジ殺人事件というものがあります。その男は確かにその事件の生き残りであるのも間違いはありません。このことだけは初めに言っておきます。事の発端は、主人公である事件の生き残りの男が、札幌市中央区の中丸公園にある古本屋に、ふらりと入ったことから始まった。余談だけど、残念ながらその古本屋は現在はないらしい。何気なく男が手に取った本の隙間から大学ノートが落ちてきた。何か書いてあったので読んでみると、奴が来る、奴が来る、奴が来る。もう自分で命を絶つしかないのか。助けて、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 助けて。という物騒な内容が最初から最後までびっしりと書いてあった。気味が悪くなった男は店主に、こんなものがあったんだけど、何ですかこれ。そう聞いてみた。店主は、あ、と声を上げて、なんでもない。これは売り物ではないんだ。そう言ってノートをむしり取った。その日は仕方なく帰った男だったが、あのノートに書かれていた内容が頭から離れない。奴とは一体誰なのだろうか。ノートを書いた人は今も生きているのだろうか。男は次の日も気になって、気がついたらまたその古本屋に来てしまっていた。そして再び店主に問いただしてみたが、教えてはくれない。それでもさらに気になって、男は1週間ずっと通い続けた。さすがにうんざりとした店主は、ついに根負けして口を開いた。あんた、そんなにこのノートが何なのか知りたいのかい？だったら、8月23日に、大雪山の5合目にあるロッジに泊まってみるといい。ただし後悔しても、私は知らないよ。ここまで聞いてしまったら、男はもう止まらなかった。友達4人を誘って、5人でその年の8月23日に、大雪山のロッジを目指して、登山を開始した。登山したメンバーの内訳は、女2人、男3人。登山そのものには、不可解なことは何も起こらなかった。順調にロッジまで到着したそうだ。ロッジに到着すると女2人は、お茶の用意をしてくるね、と言って、すぐ準備を始めた。男たちは2階に登り、寝室に荷物を運んで整理を始めた。登山を提案した男は、窓際に座って景色を眺めていたそうだ。5分くらいした後、寝室のドアの向こうから、声がした。ねえ、開けて。お茶持ってきたよ。開花でお茶の準備をしていた女の声だった。手にお盆を持っているから自分でドアを開けられないらしい。当然、ドアの近くにいた男がドアを開けた。その瞬間だった。突然そいつの首が落ちた。ゴトッ。しかし何かがおかしい。頭部が長髪の女の顔なのだ。いや、正確に言うと、頭部が女なのではなく、首が切り落とされた男の体の上に、女の生首が乗っているようなのだ。そいつの首の付け根からは、絶えず血が溢れ出していた。手には何かを持っているようで、生首女の目は、恨めしそうにずっとこちらを見ていた。そいつは、有無も言わさず、荷物を整理するため、部屋の中心にいた友人の首も切り落とした。同時に、窓際に座っていた男は、無我夢中で窓から飛び降りた。そして、命からがら逃げ出して、登山道を偶然通りかかった登山者に助けを求めたそうだ。仲間が、何者かに首を切り落とされて、殺された。この、信じがたい話に、半信半疑だった登山者たちが、急いでロッジに到着してみると、凄まじい光景に腰を抜かしてしまった。入り口を開けて1階に入ってみると、女が2人とも首を切り落とされて死んでいた。これは大変だ。その後すぐに警察が出動した。生き延びた男は、窓から飛び降りたとき、足を骨折していたらしくて、病院に搬送された。警察が現場検証をしたところによると、4人の遺体の切断された切り口があまりにも鋭く切られていたのか、出血もほとんどなかったそうだ。警察はどんな凶器を使用したのか全くわからないと首をひねるばかりだった。そして不思議なことに、犠牲者たちの首は一つも見つからなかったそうだ。結局事件は迷宮入りしてしまった。病院ではベッドに横たわる怯えた姿の逃げ延びた男がいた。そしてその部屋では看護師が男の点滴を変えている時だった。コンコン。あれ？誰だろう？はい、どうぞ。しかしドアは開かなかった。その代わりに声が聞こえた。この部屋に入院している者の母でございます。実は荷物を持っていまして。すいません、開けていただけませんか？男の母親の声だ。しかし母親は単身赴任の父を訪ねて東京にいるはずだった。ここは旭川だ。こんなに早く母が到着できるのだろうか。そもそも誰が連絡したのだろうか。この時男はその不自然さに気がついた。はい、今開けますね。男が、ダメだ、開けてはダメだ、と声を上げようとした瞬間、ゴトッ。男が気がついたこととは、どうやらそいつは自分では決してドアを開けないということ。そいつはどんな人の声も真似ができるということ。そいつはあらゆる口実で、ドアを開けさせようとすること。そして最後に、そいつは自分の存在を知った人間を殺すまで追い続けるということ。男はその時は、ベッドを仕切るカーテンの中で気絶をしてしまっていたので、そのことが幸いして助かったようだ。しかしそれ以来男は、ドアのある場所には、近づくこともできなくなってしまったらしい。現在もその男は、病院の鉄格子の中で、大学ノートにこう書き続けているそうだ。あの古本屋で見つけたノートの持ち主と同じように。奴が来る、奴が来る、奴が来る。この話を聞いてしまったとき、私のところにも奴が来るのではないかと心配になりました。しかしいくらなんでも、それはないと思っていました。しかし、この話を友人2人にしていたとき、話が終わった午前5時、いきなり家のチャイムが鳴って驚きました。恐る恐る玄関に近づくと。おい、俺だよ俺、ユージだよ、開けてくれよ。と、東京に就職した友人の声がしました。さすがにみんな焦って、そっと鍵を開けて、鍵開いてるよって言ったんです。そうしたら、お土産たくさん抱えてて、開けてくれよ。なあ、開けてくれよ。それを聞いて、全員、怯えてしまったんですけど、友人の一人が機転を利かせて、裏口を開けたんです。そして、ユージ、なんかドア壊れたみたい。裏口開いてるから入っておいで。と言いました。今考えると、本当に入ってきたらどうするんだって話なんですけど、その時は無我夢中で、朝まで友人みんなと布団をかぶって震えていました。10時頃、ユージに電話してみると、俺今東京にいるけど、なんで？それを聞いて、私たちはゾッとしてしまいました。今でも半信半疑ですけど、もう誰かのためにドアを開けることは絶対にしないようにしています。袋叩き。幼稚園からの知り合いに M というやつがいた。M は小さい頃から性格が乱暴で、根性がねじ曲がっていて、顔つきまで憎たらしいやつだった。小学校2年の時、クラスが同じになったから話しかけたら、理由もなくパンチしてきた。とにかく、徹底的に嫌われ者で、近所でも学校でも有名だったんだ。M のお母さんは、M のひどい性格について、随分悩んでいたようで、有名な宗教関係者のところに相談に行ったのだが、その人が言うには、M にはとても強い因縁霊がついており、それが M の気性を異常に険しいものにしている。このままでは彼の人生はどんどん悪くなってしまう。そう言われた。しかもその霊が強力で、すぐに払う場合は、素人では死の危険がある荒行になるという。そう言われて、M のお母さんは泣きながら、そんなことはとても息子にさせられませんと断ったそうだ。うちの母親が M のお母さんと昔から親しいので、この話も母から聞いたけど、俺は、M なら悪霊くらい本当についていそうだ。そう思った。そんなこともあって、俺は M とは極力距離を置いた。まあ、みんな距離を置いていたんだけどね。しかし、小学校時代はともかく、中学に行くと M の状況が変わった。小学校の時と違って、地域の公立中学は当時かなり荒れていて、ひどいいじめが横行していた。陰気で、ひねくれ者で、人相まで悪い M は、速攻でクラスの不良連中から目をつけられた。中でもクラスには、E という、中学校1年生にして、身長180センチ近い、凶暴ないじめっ子がいたのだ。E は、彼の出た小学校では、あまりにもひどいいじめをするため、有名人だったらしくて、マジで3人転校させたらしい。それを武勇伝として、本人がゲラゲラ笑いながら語ってた。この E ってやつが、M のことを特に嫌いまくって、昼休みと言わず、放課後と言わず、毎日仲間の不良と一緒に M を取り囲んで、ボコボコに蹴りまくっていた。E はひどく暴力的だったが、彼は親分肌で、派手な性格で、クラスでは妙な人気があって、そのためクラスでは全員で M のいじめを楽しむ雰囲気さえあった。今までの被害者もこうやって孤立していったんだろうな。しかし M の性格も相当なもので、E やその仲間の持ち物を教室の窓から中際に放り投げたりする。当然 E たちは激怒して、いじめはますますエスカレートするという悪循環だった。秋の球技大会の時には、チームリーダーの E への当てつけで、M は球が来るたびにわざと敵チームにパスをしていたので、試合後にエキサイトしたクラスの男子総出の袋叩きとなった。中学校2年生以降は、俺は M とは同じクラスにはならず、その後のことはあまり知らないけど、聞いた噂では、相変わらずの有様だったらしい。下駄箱では常に不良が待ち伏せしていたりして、その後、高校生になって M のことも忘れた頃、街で M を見つけた。なんと、M は俺が知っていた頃とは打って変わって明るくて、人当たりのいい感じになっていた。あの憎たらしかった顔つきまで、すっかり変わっていた。実は、中学校3年の秋頃、M の顔つきが急に明るくなって、性格も素直になったので、不思議に思った母親が、以前の宗教関係者のところに連れて行ったところ、なんと、因年齢は綺麗に落ちています。そう言われたそうだ。その人も驚いて、これまでどんなことをされましたかと聞いてきたそうだけど、M のお母さんは特に何も覚えがなかったという。この3年間ほどで M に変わったことがあったといえば、E たちに毎日いじめで袋叩きにされていたことくらいだけど、実はこの袋叩きが M についていた霊を叩き出してしまったのかもしれない。狐つきとかで霊に疲れたやつを棒で叩きまくるっていう習法があるが、あの3年間にわたる激烈ないじめは、凄まじい荒行に匹敵するものだったのだろう。E に合わなければ、M はあのまま嫌われ同士の人生で、どんどん不幸になるはずだったのかもしれない。こうしてみると、M は E たちに人生を救われたことになる。今 M は家業を継いで、近所の愛想のいい肉屋の主人になっている。長い金縛り。その日は妹が風邪で学校を休んでいました。母がパートに出ているため、妹も本当にしんどそうだったので、かわいそうだなと思い、その日はまっすぐ家に帰りました。階段を上がって2階の妹の部屋の襖を開けると、妹は、お姉ちゃんだったんだ。よかった。帰ってきてくれて。と起き上がりました。やっぱり熱が出てしんどいんだな。そう思っていたら、今、金縛りにあってた。ぼそっと妹はつぶやきました。ちょうど40分経ったよ。目は動かせるから、金縛りになってからずっと時計見ていたんだけど、全然動けなかった。まして40分もずっと？それがさ、頭も動かせないから見れないんだけど。枕の端に女の子が座ってるって気がしたんだよ。お姉ちゃんが階段登ってくる音がしたら、すっと立ち上がっていなくなったけど。見えていないのに、なぜか三つ編みしてて、顔が真っ白で、目しかないって分かったの。淡々と言うので、熱のせいでやばくなってるのかなと思った私は、怖いよ。しかも何？目しかないって。と妹に聞きました。すると妹は、鼻も口もなかったの。そう言ったまさにその時、天井がバシッとなりました。あの時は家を飛び出したいくらい怖かった。でもその話をした後で、妹はすやすや寝ていました。彼女の家計。大学の同級生に A さんという女生徒がいる。今年の4月にゼミで知り合った。自分は科学系の学科で実験とかするんだけど、実験中も絶対に数珠みたいなブレスレットを外さない。それも変な民族系の店とかで売っている感じではなくて、結構いいものっぽい感じ。一度、それっておまじない？って聞いたら、すごく真面目な顔で、お守り、お母さんにもらった、って言われた。自分は、そのゼミの男子の中で、唯一の喫煙者で、A さんは女子の中で、やっぱり唯一の喫煙者。だから自然に喫煙所で一緒になることが多くて、そのうちいろいろと話したりするようになって親しくなった。そして自分がオカルト好きなことを話したら、ポツポツといろんな話をしてくれるようになった。一個一個の話をすると長くなるんだけど、特殊な家系の生まれらしいんだ。シャーマンではないけど、呪術系の。信じなくても別にいいって言われたけど、見え張って霊感少女気取るタイプの人じゃないから信用していた。そして今年の夏、ゼミの中の何人かで地元の心霊スポットに行くことになったんだ。真夜中に肝試しの感覚で。実はその前にあった飲み会の時、ちらっとゼミの中のお調子者の B に、A さんって霊感があるらしいよって話をしちゃったんだ。そうしたら B が、A さんを呼ぼう。そうなって。A さんを誘ったんだけど、当然嫌だって言われた。でも B は普段物静かで、割と皆の輪から外れている A さんをいじりたかったらしくて、半ば無理やり同行させたんだ。自分は知らなかったんだけど、B は肝試しの日程をずらして、A さんにはゼミのみんなで霊図ショーを見に行こうって誘って、A さんは映画好きだったこともあって騙されて、そのまま車に乗せて連れてこられてしまったらしい。車2台に分けて行ったから、目的地で、あれ？なんで来てるの？って感じだった。噂の心霊スポットはありきたりなんだけど、封鎖されたトンネル、プラス、そのそばの藪の中にあるお堂。で、A さんは、車から出たくないって言ったんだけど、B が、まあまあ、みたいな感じで、無理やり引っ張り出して、さすがにやめようよって言ったんだけど、他のみんなは A さんの話を自分みたいには聞いていなくて、空気読めよって雰囲気になって、そうしたら A さんが、いいよ、言ってやるって、半ば逆ギレみたいになって結局ついてきてくれた。メインはお堂の探索で、お堂の中にはご神体が収められているって言われていた。で、それを確かめようって B がお堂を開けようとして、A さんが絶対にダメだって言って。でもその頃はだいぶ B もムキになってて。いい加減にしろ、エセ霊能者のくせに、とかなんとか罵って開けちゃったんだ。中には何か棒みたいなものが入ってた。自分は怖かったからちょっとしか見てない。多分噂の刀だったんだと思う。で、それを B が引っ張り出してきて、なんだよ、何にもないじゃん、と。そうしたら何か空気が変わった。夏なのに寒くなってきて、耳鳴りみたいなのがしてきた。やばいから逃げようって言ったんだけど、B が動かない。何か様子が変だった。自分が逃げようって近づいたら、いきなり手に持っていたその棒っていうか長いもので殴りかかってきた。うわって思ったら A さんがパッと出てきて B の腕を掴んでた。そして何かブツブツ言ってた。よく聞こえなかったんだけど、権現のとか八千田のとかそんな感じ。そうしたら B がくにゃっとなって、A さんがパシンと B の頬をひっぱたいた。他の人に B を担がせて、A さんはお堂に B が持ち出したものをしまって扉を閉めて、何かまたブツブツ言ってた。帰りは A さんが B がいる車には乗りたくないって言って、自分たちの車に乗ってきた。さっきのって、あれ？って自分が聞いたら。わかんない。でも、当てられたんだと思う。って一言。すごいねって言ったら。すごくない。前にも言ったけど、私は拝み屋じゃないから。払いとかできない。って言われた。そこで気がついたんだけど、A さんがいつも腕にしていた数珠がなくなっていた。それを指摘したら、他人事みたいに。さっきの騒動で切れたんだと思う。って言って、少し笑ってた。大丈夫なの？って聞いたら、わからないって。それ以上自分は何も言えなかった。その術は前に A さんのお母さんが A さんにくれた大切なものだと聞いていた。何かよくわからないけど、A さんの家というのはある家のいわば影なんだそうだ。そこで予知とか呪いとかを本家のために請け負う家系だったらしい。今はさすがにやっていないらしいけど、A さんにもその家の代々の人たちにもそういう力があるんだそうで。現に自分も一回 A さんに占ってもらったことがあったけど、何も言っていないのにいろいろなことを言い当てられてビビった。そして夏休み明けてから実は彼女が大学に来ないんだ。噂では体を壊して実家で療養しているという話。教授は病気だと言っているけど、自分は彼女のごく親しい人から自殺未遂して少しおかしくなったと聞いた。その友人は実家まで会いに行ったらしいんだけど、両親に母方の家に預けていると言われて追い返されたらしい。自分が聞いていた彼女の家系の話というのが母方の家にまつわる話だったから、夏の事件が関係しているんじゃないかと思ってる。盆栽。うちの近所に古い家がありまして、老夫婦が住んでいました。おばあさんは去年までご存命でしたが、おじいさんは15年ほど前、僕が小学校を卒業する前に亡くなりました。偏屈の雷親父として有名な人で、すぐ目の前の空き地で、野球やサッカーをしてボールが敷地に入ってしまった時なんて、ほんと漫画のように、こらってよく思い切り怒号が飛んできたりしました。僕が4年生くらいのことだったと思います。賞をもらったとかで、おじいさんがとても大切にしていた盆栽をサッカーボールで木っ端みじんにしてしまったことがあります。おじいさんはあまりのショックで怒鳴るどころか寝込んでしまい、さすがの両親も驚いて菓子折りを持って謝りに行きました。僕も一緒に謝りに行かされたんですけど、その時のおじいさんはいつもの雷親父とはまるで別人のように性気が抜けてしょんぼりしてしまっていて、僕も子供ながらに罪悪感でいっぱいになってしまいました。おじいさんはそれからしばらく寝たきりになりました。僕ら悪ガキたちはその空き地ではボール遊びをしなくなりましたが、盆栽のことでずっと負い目を感じていて、許してはもらえないとすごく気持ちが悪かったので、何かおじいさんの満足することをして許してもらおうと、自分たちの小遣いを集めて盆栽を買っておじいさんにプレゼントすることにしました。当時の小学生のお小遣いといったらたかが知れていて、頑張っても結局5人で2万円程度しか集まりませんでした。でも盆栽一つなら賞をもらうほどではなくてもまあまあいいものを買うことはできます。もちろん僕らにはわからない世界ですから、近くの盆栽園でおじさんに選んでもらって購入。みんなで届けに行きましたが、おじいさんはまだ起き上がることができず、代わりにおばあさんに受け取ってもらいました。おじいさんが受け取ってくれたかどうか心配で。数日後、物陰から庭を覗いてみたら、他の盆栽と一緒に僕らの盆栽も並んでいて、回復したおじいさんが丁寧にそれに水やりをしているのが見えて、僕ら全員、ほっと胸をなで下ろしたものです。それからしばらく僕ら全員、その家には近寄らなかったんですけど、6年の夏休みの頃、おじいさんが肺炎で亡くなったという知らせを受け、僕らは日を見てから、再び庭を覗きに行くことにしました。今度はきちんとおばあさんに許可をもらって、庭を見させてもらいました。おじいさんが亡くなって、すでに2ヶ月ほどは経っていましたし、腰が悪いおばあさんは庭仕事はできないため、盆栽はどれも少し荒れてしまっていました。僕らのあげた盆栽がどこにあるか、少し探して回りましたが、そのうちに一人が、あ、と、すっとんきょうな声を上げました。駆け寄ってみると、大きな盆栽の影に隠れるように、僕らの盆栽が置いてありました。それを見た僕らは、その場で凍りついたように、呆然としてしまいました。その時のショックは、今でも忘れることができません。盆栽の幹に、僕ら全員の名字が乱雑に彫られ、数十本の釘が深々と打ち込まれていたのです。無数の手。これは新潟県の苗場にスキーに行った時の話です。俺と友人の浦田と梶川の3人で、スキー場に向かって車を走らせていた。8時間ほど走って、やっと苗場まで来た。山道を走っていると、長いカーブに差し掛かった。その時である。車が止まった。エンストか？そう思ったけど、どうやらエンジンは止まっていない。タイヤがパンクしたのかと思って、車を降りて確認したけど、パンクもしていなければ、溝にはまったということもない。おかしいな、どうしようかな、と、浦田と梶川に意見を求めた。浦田はとりあえず、用を足したい、と言いながら、道端の方に歩いていった。残った梶川と話し合った結果、とりあえず車の中で待とう、ということになった。しばらく待っても、浦田が戻ってこない。もう20分以上は経ってる。俺は梶川を残して、浦田を探しに行った。おい、浦田、どこだ？その時、遠くの方からかすかに返事があった。俺は声のする方向へ歩いて行った。すると何か大きな建物みたいなところに浦田はいた。鶴に絡まって動けないんだよ。そう浦田は言った。携帯の明かりを照らすなり、俺はその場に座り込んだ。それは鶴ではなく、無数の人の手だった。俺は浦田の手を引いて、その場から逃げた。息を荒げる俺をよそめに、浦田はきょとんとしている。浦田は人の手につかまれていたことに気がついていなかった。俺はこのことは言わずに、車に向かった。その時である。携帯が鳴った。梶川からである。俺、先行くわ。おい、なんでだよ。みんな、待ってるから。は？意味わかんねえよ。ちょっと待てよ。今、浦田と一緒に、そっち行くから。電話が切れた。俺は道路に出て車を探した。すると、スキー場とは逆方向に走る俺たちの車を見た。それを見て、俺はさらに驚愕した。透明ではあるが、明らかに梶川の他に三人乗っていた。梶川、どこ行ったんだ？浦田が言った。さらに、俺も戻るわ。と言って、またあの建物に向かって歩き出した。すると、一台の車がやってきた。車から運転手が顔を出して言った。もしかしてこの人の連れの方ですか？助手席に乗っていたのは梶川だった。来る途中にガードレールにぶつかっている車があって、中を見たら気絶していたみたいなんでと。俺は気を失った梶川を引き取り、俺たちの車まで担いでいった。車に着くと梶川も目を覚ました。え？あれ？ここは？どうやら状況を飲み込めないようだ。梶川が、俺が浦田を探しに行った後、眠ってしまったことを聞いた。俺が見たことを二人には話していない。そして、正確には今、浦田には話せない状態にある。あの時、梶川のことでいっぱいだったため、俺も戻るわ、と言った浦田を引き止めることができなかったんだ。建物の入り口の前で倒れていた浦田。そして、浦田はそれがきっかけで、精神に異常をきたして、今でも通院を余儀なくされている。そして、浦田の体には、無数の手の跡が今でも残っている。後で聞いた話によると、その建物は、曰く付きの場所だったらしい。遊び半分で行かないように。あと、この場所を通ると、たまに幽霊が、車に乗り込んでくるらしいので、決して話しかけないように、だそうだ。臨死体験。この前、臨死体験をしました。工事現場で鉄パイプみたいなものに頭を打って気絶したんです。よく臨死体験ってお花畑が見えるって言うじゃないですか。あれ、本当に見えるんです。しかも通称、三途の川でしたっけ。そんな川も流れているんですよ。それで自分は、荒れた褐色の大地に立っていて、川を挟んで向こう側に綺麗な黄色いお花畑があるんです。向こうでは自分の懐かしい友達や家族などがたくさんいて、こっちは一人だったんです。そしてみんな俺に手招きをしているんです。けど自分には分かっていました。ここで行ったら死ぬんだなと。なので自分は振り返って、向こうの黒い穴を目指して必死に走りました。自分は死にたくないという心が本当に強かったせいか、逆にお花畑の方が怖く思えて、それからずっと振り向かなかったんです。そうしたら自分の前に一人の少女が立っていました。無視して通り過ぎようとしてもなぜかできなくて、気がついたら自分はその少女に話しかけていたんです。君は誰？そう聞くと少女は言いました。ただの夢の中の女の子よ。あなたはただ夢を見ているだけだから、別にこれ以上進む必要はないよ。むしろ向こうの黒い方に行くと、いい夢が悪夢に変わっちゃうから、ここでじっとしていた方がいいよ。あたしも今、綺麗な白いお姉さんにそう言われて待っているの。自分はその言葉を聞いて脱力しました。なんだ、夢か。そして自分は、その少女と雑談をしながら、しばらくそこにいました。するといきなり、少女がふっと消えたんです。自分はあたりを見回しましたが、見渡りません。自分は、夢なのになぜか不安になりました。すると、何か、お花畑の方から声がします。けて、助けて。あの少女の声です。自分は我を忘れて、お花畑の方に走りました。するとそこには、先ほどとは全く違う光景がありました。そこは地獄のようでした。あの少女は、地獄の中で目をキョロキョロさせ、何か自分に訴えているように見えました。そして少女の後ろには、白い服を着た自分の家族、友達などが、なんとも不気味な笑顔でこちらを見て、手招きをしています。自分は確信しました。これは夢じゃないと。こんな怖い体験は初めてで、自分は泣きながら黒い穴の方に無我夢中で走りました。途中に変な顔がいっぱい見えましたけど、自分はそんなものには恐怖も覚えず、ただ後ろの恐怖に怯えていました。そして気がつくと、自分は病院にいました。そしてなんとそこには、白い服を着た人が数人立っていたのです。自分は、うわーと叫んで引きましたが、よく見ると看護婦さんでした。ほっとしました。しかし、このような体験は本当に初めてで、起きた時は汗だくでした。そして自分はこの話を友達皆にしました。しかしみんなは、臨死体験とか羨ましいな、とか言って、まともに受け止めてはくれません。ただの夢だったのでしょうか。しかし、自分がもしあの時、三途の川を渡って、お花畑の方に足を踏み入れていたら、自分はどうなっていたのでしょうか。次見たら多分、ショック死しそうで、気絶だけは免れたいと思います。